どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、イグサカ、始めていきたいと思います。今回は、思い出の大会を振り返ろうの第2弾でございます。えー、今回振り返る大会はこちら。じゃだ98年、フランスワールドカップでございます。えー、前回、94年アメリカワールドカップのお話をしたので、今回はその4年後の大会ですね。98年のフランスワールドカップのお話を、思い出を交えながらしていきたいと思います。 えー、この98年フランスワールドカップはですね、日本代表が初めてワールドカップに出た大会でもあります。えー、なので、非常に思い出深い大会でもありますし、思い出もありますし、僕の大好きな大会でもありますので、えー、この大会についていろいろお話ししていきたいと思います、えー。前も話したんですが、この98年フランスワールドカップから参加の国数が増えまして、前まで24カ国だったのが、今回から32カ国に増えたということになっております。えー、その出場した国々、グループリーグ 別に分けましたんででこちらです ABCDEFGH グループと、えー、8つのグループに分かれておりまして前回優勝のブラジルと開催国のフランスそしてフィファランクの上位の国々がポット1一番上ですねに入りまして、えー、北中米そしてアフリカの国がポット2、えー、ヨーロッパの国がポット3、えー、アジア南米の国がポット 4に入ってるという感じですね。えー、もし間違ってるところあったらすみません。一応その順番通りに書いてみました。えー、なのでグループリーグ、この順番に、えー、ちょっと振り返っていきたいと思います。えー、まずグループ A なんですが、えー、前回優勝のブラジルが入っております。前回大会の優勝のブラジルはですね、えー、その後も順当に結果を残して、この大会も盤石、えー、の布陣といった感じでございます。えー、前回大会エースだったロマリオは直前で外れてしまったんですが、代わりにロナウドと。 いう、えー、もうね、サッカー史に残るようなスーパースターが登場してまして、えー、フェノーメの怪物と呼ばれてるんですが、えー、ロナウドはですね、前回のアメリカ大会もベンチ入りはしてたんですが、試合に出ることはありませんでした。まだ当時18歳かな、えー、かなり若かったので、えー、ただこの大会ではですね、もう大エースになって、ブラジル代表のスーパースターになってまして、そのロナウドと、えー、前回も出ていましたベベットの2トップ、さらには日本でもおなじみレオナルド、ド、え、ゥ、ー、ンガ、 えその辺りもいまして、サイドバックにはロベカル、ロベルト・カルロスですね、な、え、ん、ー、かもいる盤石の布陣で順当にグループリーグ突破を決めます、えー。決めますが、グループリーグ最終戦でノルウェー代表と当たります。えー、ノルウェー代表はブラジルに勝つしか突破の可能性はなくてですね、えー、ブラジルに先制されて厳しい展開だったんですが、なんとですね、えー、ノルウェーは後半立て続けに2点を取りまして、逆転しまして、ノルウェーもグループリーグ突破を決めました。えー、グループ A からはブラジルと。 ノルウェーがグループリーグ突破を決めております、えー。各グループから上位2カ国が決勝トーナメントに進めますからね。えー、そしてグループ B はですね、えー、イタリア、カメルーン、オーストリア、チリということになっておりまして、前回準優勝のイタリアがここに入っております、えー。前回の振り返りでも話した通り、ロベルト・バッチョがね、前回大会は救世主的なスーパーな活躍を見せてたんですが、その後ロベルト・バッチョは代表からちょっと遠ざかってまして、 このフランスワールドカップには出られないんじゃないかと、まあ、年齢的なこともあってそういった状況だったんですが、えー、なんとですね直前のシーズンで、えー、自身のゴール記録を塗り替える活躍を見せましてギリギリでイタリア代表に滑り込んで復帰しております復帰しましたが、えー、当時のイタリアはです、ね、新たにデルピエロと、えー、まあサッカーちょっと興味ある方は聞いたことあると思うんですがデルピエロというスーパースターニュースターが誕生しておりましてイタリア代表の10番は ロベルトバッチョに代わってデルピエロがつけておりまして、ロベルトバッチは18番という形でですね、背番号18番をつけて、えー、デルピエロの前行、まあ、ったら、バックアッパーというような立ち位置での大会参加になりました、えー。ただその18番がね、またかっこよかったりもするんで、僕もそういった意味もあって、えー、18番好きなところもあるんですが、大、え、会、ー、がいず始まりますと、その期待のデルピエロがですね、ちょっとコンディション不良で、かなりの不調になってしまいまして、えー、代わりに出場した ロベルト・バッチョがまたしてもチームを救うというような活躍を見せます。えー、チリとの戦いではですね、えー、なんと、チリがね、リードしてたんですが、終了直前にイタリア代表が PK を獲得しまして、その PK をロベルト・バッチョが自ら蹴りに行くと、えー。前回話した通り、前回大会はですね、決勝でロベルト・バッチョが PK を外して負けてしまったんですが、その悪夢を振り払うべく、自ら PK を蹴りに行って、その PK を決めると。 えー、そしてなんとかチリとのチリとの試合を引き分けに持ち込んでその後も順調に勝ち点を重ねましてイタリアもグループステージ突破を決めました、えー、そしてそのチリもですね、えー、サラス・サモラノというササコンビと呼ばれてましたけどその2トップの活躍でグループリーグ突破を決めております、えー、カメルーン・オーストリアは残念ながらグループリーグ敗退となってしまいました、えー、そしてグループ C グループ C には開催国のフランスが入っております、えー、前も話しましたが前回大会フランスは、えー、直前でですね ゴールを決められてしまって、ワールドカップ本大会出場を逃してしまうというえ状況で、前回大会出ておりません。なので今回は開催国なので、何としてもというところだったんですが、前回大会が終わった後にですね、監督変わりまして、エメ・ジャケという監督がですね、もうスーパースターはいらないんだと。うちのチームにはスーパースターはいらないということで、当時フランス代表のスターだったカントナとか、パパンという選手がいるんですが、その選手を代表から外してですね、まああのー、 リーグ戦で結果を残して選手をどんどん使っていこうということもありましたし、まあフランスという国のまあ特徴の一つとしまして、移民の、ね、方とか移民の,その子供とか、えー、がたくさんいるような国なんですが、その移民の子たちもたくさん代表に選ばれまして、えー、そういったちゃんと結果を残して選手を集めて、えー、チームを作っていきました。えー、当初はですね、えー、フランスの国家も歌えないような奴らじゃないかみたいな揶揄、えー、のされ方をしてたんですが、その移民の子の中からですね、 まあこれはもうサッカー好きじゃなくても知ってるだろうあのジダン、えー、フランスのね、えー、ジダンとかテュラム、その辺が出てきまして、えー、フランス代表はグループリーグを見事突破を決めます、えー、ジダンというね、スーパースターがスーパースターはいらないんだと言ってたことがなんていうの言いますかね、皮肉にもと言いますか本当の真のスーパースターを生み出す結果につながったと言えるんじゃないでしょうか。 えー、フランスがググルーープリーグトップを受けました。そして、あと1カ国は、えー、デンマークがグループリーグ、順当に勝ち点を重ねて突破しております。えー、サウジアラビアは、えー、アジアの国ですが、ここで敗退となってしまいました。南アフリカは、えー、日本でもおなじみのトルシエが監督をしていましたね。えー、ただ、ここで敗退となっております。そして、グループ D はですね、スペイン、ナイジェリア、ブルガリア、パラグアイとなっておりますが、えー、スペインはもうこの大会も優勝候補の一つに挙げられてまして、無敵艦隊と呼ばれててですね、えー、ラウルという、 こちらも若きスーパースターが出てきております。えー、ナイジェリアとの戦いでスペインが強さを見せるかと思いきや、なんと逆転でナイジェリアが勝利すると、えー、最後オリジテのスーパーミドルシュートが決まってですね、ナイジェリアが勝利するなどありまして、なんと、えー、スペインはですね、グループリーグ敗退となってしまいます。ナイジェリア、そしてパラグアイがグループリーグ突破となりました。パラグアイはですね、えー、ゴールキーパーのチラベルトという、 え、ゴールキーパーがいまして、フリーキックも受けるちょっと変わったゴールキーパーなんですが、すごいカリスマ性も持ってますし、えー、まあゴールキーパーとしての技術ももちろんありますので、しっかり守ってですね、グループリーグ突破を決めております。そして、グループ E がオランダ、メキシコ、ベルギー、韓国となっております。えー、ここではですね、オランダは、えー、ベルカンプとかですね、えー、結構スター選手たくさんいまして、えー、ベルカンプという選手はちなみに飛行機が嫌いで、えー、飛行機には乗らないんですが、まあフランス大会ということで、オランダからも来れまして、 ベルルカンププも力をを発揮しててですすねここはグループリーグーーリ決めておりますそしてもう1カ国はメキシコがグループリーグ突破をきましたねメキシコはいつもグループリーグをしっかり手堅く突破してくるという印象でございます。ベルギー、韓国は残念ながらここで敗退となってしまいました。そしてグループ F、ドイツ、アメリカ、ユーゴスラビア、イランということになってるんですが、えー、まずグループリーグ突破したのはドイツですね。えー、前回大会同様クリンスマンとかですね、えー、メラーとかそういったベテラン選手の活躍でグループリーグ突破を決めております。そして もう一つグループリーグを突破したのはユーゴスラビア。えー、ユーゴスラビアはですね、まあ、旧ユーゴスラビアはですね、えー、90年のイタリア大会に出場してまして、ベスト8まで進出してて、えー、日本でもおなじみのオシム監督がですね、えー、率いてた国なんですが、その後、えーまあ、内戦とかですね、ちょっと、えー、そういったことでですね、国際大会から追放されるという悲しい出来事がありました。なのので、94年のアメリカ大会 に出ててないといととうのののはその辺のこともあってですね国際大会に出られないというような状態だったんですがその後、ですね、えー、いくつかの国に分裂したりもしたんですが、えー、ユーゴスラビア代表はですね国際試合復帰を認められましてワールドカップ出場を決めてそしてグループリーグ突破も決めたということになっております、えー、もともとスター揃いの国だったんですがそれが分裂してしまいましたがまだスターたくさんいますなんといってもユーゴスラビアの10番は日本でもおなじみのストイコビッチ ピクシーでございますからね、えー。そのピクシーもこの大会に出ておりまして、ゴールも決めております、えー。ピクシーの活躍もあって、ユーゴスラビアも決勝トーナメント進出を決めました。えー、アジアの国イランはここで敗退ですね、えー。そしてグループ G、ルーマニア、チュニジア、イング,ルチュニジアイングランド、コロンビア、えー。コロンビアもね、今回もまたちょっと優勝候補、まあちょっといいとこまで行くんじゃないかと思われてましたが、またもうグループリーグ敗退ということになってしまいましたね、えー。結果的にはルーマニア、イングランドが突破するんですが、 イングランドにはですね、えー、あの、ベッカムとかですね、オーウェンという若い選手がここも台頭してきておりまして、えー、それにシアラーといったようなベテランとかと融合して、突っぽきます、えー。ベッカムね、この時もかなりかっこいい感じで、こんなかっこいいやつが、こんなサッカーうまいやつがいるんだというような衝撃でしたね。えー、あとはオーウェンもね、18歳でワールドカップデビューして活躍するといったような状況でございます。 えー、そしてグループ H、ここですね、アルゼンチン、ジャマイカ、クロアチア、日本となっております、日本代表はグループ H に入っておりました、えー、このグループはアルゼンチン以外はワールドカップ初出場の国だったんですが、日本はまず初戦、アルゼンチンと戦いまして、えー、アルゼンチンはもちろん優勝候補の一角ですから、えー、かなり苦戦が強いられると予想されてたんですが、まあ、日本もしっかり守ってですね、えー、頑張ってたんですが、バティス・トゥータというね、アルゼンチン代表のエースに決められまして、0対1で敗れるという結果になりました。 そして続く2戦目、日本はクロアチアと戦いまして、えー、クロアチアはですね、先ほど言った旧ユーゴスラビアの一、えー、つなんですが、独立しましてクロアチアとしての参加となっております。なので初出場ということになりますね。えー、クロアチアもシュ,ーケ,ルというシュケルというね、えー、エースがいるんですが、スーケルとかシュケルとかね、えー、読み方は無理やりカタカナにしてるんでいろいろあるんですけど、えー、スーケル、シュケルにですね、 え、入れられてしまいまして、日本は0対1で敗れるという結果になってしまして、日本は2連敗ということで、早々に決勝トーナメントの可能性がなくなるというような、ワールドカップの厳しさを痛感するえ大会となってしまいました。え、最終戦は同じく初出場のジャマイカと対戦で、ここには勝てるんじゃないかというふうにね、結構見られてたんですが、それも甘い考えで、ジャマイカにも2対1で敗れてしまい、日本は3連敗と。ワールドカップ初出場の大会は3戦全敗という結果で終わってしまいました。 えー、そのジャマイカ戦にですね日本は1点取ったのでそれが中山雅史選手、今、えー、中山選手のゴールでワールドカップ初ゴールを記録しているという、えー、大会その 1, 1点のみの大会ということになってしまいました残念ながらグループリーグ敗退でございます、えー、ロペス選手の、ね、アシストを中山選手が決めるというその1ゴールのみになってしまいましたねすごい悔しかったですね結果、えー、アルゼンチンとクロアチアが、まあ、順当といえば順当なんですがグループリーグ突破を決めました えー、こういったた感じでググルーープリーグは終了しましま、えー、さっきねバわばわと言った通り結構各国にいろんなそのエースストライカーですとか、えー、代表するようなね変わった選手がいたりとかして結構面白いメンバーになってて印象深い選手がたくさんいて記憶にも記録にも残るような大会となっております。 その選手がしっかり活躍したというのがグループリーグの印象ですかね。えー、ストイコビッチですとか、えー、オーウェンが決めたりとかですね、ブラジルもロナウドが決めたり、えー、そういった感じだったんじゃないでしょうか。アルゼンチンもバチス・ツータがしっかり決めてですね、日本を破れるという結果になってしまいました。はい、グループリーグはこんな感じでございます、えー。日本はここで敗退となってしまいましたが、決勝トーナメントの、決勝トーナメントもですね、熱い試合が続きますので、またその決勝トーナメントについてもお話ししたいと思います。えー、今回はグループリーグの話にしておきます。 はい。えー、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた次回。さよなら。